ネル始まるよ。ふふみです。はるたです。今日は鬼滅の刃プッチョを手に入れました。いや、たまねどこ鬼消しゴムで鬼を消すべし。消すべし。消すべし。開けました。こんな感じです、はい、パッケージちょっと見せてもらっていいですか。プッチョを見せていきまちゅ。なるほど。これ何個入りやったっけ。12個入り。はい、12個入り。2人やっていこう。まず1つ目10万交代やで、ね、うーちゃん。なんか箱に番号書いてもらって。箱に番号番号、あ、6番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 は何のセットでしょう。こっから開けるのちゃん。と煉獄出ました。欲しい。2個目、開けれるまる。何が出るかな。何が出るかな。何番。5番。5番。かぶってない。頑張れ春、開けろ。5番は何ですか。5番は何ですか。富岡ギルト。ねずこ。ねずこや。はい。ねずこ出てほしいな。4本目。出るかな、ねずこ。4番。え ?6、5、4。すごいな。順番に並んでる。順番 ?6、5、4。そういう順番。と猪之助のやつ。それが4個目。何番。知らん。何番。何番。3番。ええ、あれなんか並んでない。並んでる。はい、6、5、4、3。あ、善逸。え、あ、いいやそれ。善逸と炭治郎とも卵個体全員や。次、いきます。よし、何番や。いつも笑ってる。2番。あれやっぱり順番。え、順番になってる。2番。これはもうコンプリートしてるやつやね。猪之助と善逸や。開けて。1番かな。じゃあ6個目やな、それ猫と炭治郎と猫1番やね。猫と炭治郎映ってるかな。1番。あ、ですよね。並んでんな。ねずこと炭治郎。開けたもん。あれですね、あのコンプリートとかじゃなくて、もうこれコンプリートしてるもんな。え、それが何番。6番。えっ、かぶった。6番がかぶった。あれ、あ、9番や。9番か。おお、くしゃ。だから多分全員種類入ってるやんな。あ、イグロとカルジ。イグロとカルジ。感じるね。感じろ。10番。おお、10番。よかった。です。だから全部あるんですかね。鬼舞と地無惨と地四郎と玉代。それは確かに。お、8番。でも見たことない人には。お、ムイチロウとサネミ。ムイチロウと、あ、サネミ。ムイチロウとサネミ。え、だから次でもう全部揃うってことやな。7番、それ分からん。そういうことですよね、ハンタ君。
パルタキンはそういうことですよね、うん、なぜ12個入りにしたんだっていう、うん、10種類しかない。1ダース見せて何番か。7番7番それがしたこれだ。はい、4名かっこいい。4名4名と、しのぶ富岡さんとしのぶでいいですか。で、あと残り2つが被るんですよね。うん、それが何番かっていうことやんな。はい、6番が被った。そう、6番が被り。6番って何やったっけな。忘れてん、ふーちゃん。6番は煉獄と渦井天元のやつ。うん、これあれやな、ほら5番。5番、炭治郎被り、被り。まあ、被るもんな、2種類はな、うん、はい、はい、これで全部開けました。開けました。いや、やっぱ柱入っとったらテンション上がるな。うん、ポテオスの方がほんまに可愛い。ハルタのやからハルタが出してるから。イグロかっこいいし、うん、イグロ風ちゃんが出しちゃう。カンロジも可愛いし、ネズコも可愛いし、ネズコ暖かったから。はい、こんな感じでした。ママ、9番って皆さんも1ダース買ったら全部種類揃うので買ってみてください。はい、ふーちゃん1番は1番1番のお気に入りはどれですか。胡蝶忍。あげたらいいよ、カロリーこれ。胡蝶さんね。うん、胡蝶さん入ってないけど。何が一番好きな。ハルタ1個だけ選んで。渦井天元。渦井天元、やっぱり。あの時もなんか渦井のメイクしとったもんな、はい。うん。ド派手にな。そうそう。この限界か。もう派手派手だ。お父さんはもちろん、これです。煉獄。煉獄やな。お母さんはもちろん。そう。イグロです。これです。だから、柱でやる。俺が来た。これで、はい、見ようありますよね。鬼消しゴムの紹介動画終わりたいと思います。最後じゃあ、モノマネで終わりましょうか。はい、いくね。もしもし、もうチャンネル登録しましたか。チャンネル登録よろしくね。バイバイ。最後まで、こっちを行かへん。だんだん戻ってきて。ちょ